でさ今日さっきささっきっていうか今日リプライくれた方がいてなんか田島さんのこの記事喋ってくださいってやつであの、まあ、森保さんに関して JFA の田島会長が言ったんだけどこの「なんか日本代表の現状は?」っていうので一部ファンから解任求める声もありましたよっていうやつなんだけどなんかあの「僕は決して評価が低いと思ったことはないしっかり勝ってきてるし」みたいな。 評価低いと思ったことは別にそういう、に印象を受けてないみたいな。で、あのー、その後にさ、えー、と、喋ってるところで、あ、2010年のワールドカップ直前も成績不振で岡田監督に批判が出て続投させたがみたいなことに関して、当時は協会内部にも、えー、岡田じゃダメだという人たちもいたが、チームがすごく固まったからそこまで行けた。当時とすごく似てるって言ってて。 そう。<laughs> なんかあの、当時とすごく似てるってことは、教会内部にダメだっていう人いるんじゃないかなって思ったんですよ。だから評価低いと思ったことないって言ってるんだけど、評価が低い声は聞いてる感じだから、似てるんだったら言ってること矛盾あるな、みたいに思って。だ誰も言ってないけど、状況が悪いみたいなことなのか。ですごい結束してるみたいな。 結束できる理由はっていう質問なのかなに対して、選手が事実し、勝つために何すべきか理解してるみたいな。森保監督は信念を持ってるからだみたいな。多くの選手が海外に出たことも大きくっつってんだけど、いろんな選手がさ、あの約束事が欲しいとか、哲学がないとかさ、守備の哲学がないとか、ね、攻撃の時のデザイン性欲しいって三笘とかさ、南野とか言ってんじゃん。で、今回の久保もそういうことなの約束事が欲しいって言ったやつって。もし、ね、ちょっと久保のやつは見てないんだけど、 そう,そうだとしたらさ、いやみんあの、信念持ってるからだってね、この選手が事実し、勝つため何すべきか理解してるって言ってるけど、理解してる選手、約束事欲しいとかさ、哲学ないとかさ、<laughs> 守備の形欲しいって言わないじゃんそう。だから結構現場の声聞けてない系会長だなみたいな。立ち返る場所が欲しいって、うん、だから、まあ、ちょっと無理あるなっていうので。 そうなんか喋れば喋るほどボロ出てますよっていうのがありましたけどね、これ。久保共通認識で出てくんだ。久保共通認識、人フ不倫。エロいのが出てくんな。どういうこと えー、久保はチームとしてのコンセプトはしっかりとお互い主張しつつ、ピッチ上でこは個人で主張できたらいいんじゃないかと思いますこれ、えー。チームとしてのコンセプトはしっかりお互い主張しつつ、ピッチ上で個人で主張できたとっていう、もうずっと自分たちで決めますって言ってる感じだけど、ね、これ。<laughs> 頑張ってある感じに久保を、やっぱ賢いからしたけどな、ないとは言えないから、ある感じに言うみたいなさ、大喜利としてすごいいい答えしてるよね。 期間はないいけど本番が近づててきていますワールドカップは4年1しなのでもったいない思いしたくない負けても次があるわけじゃないしみんな4年後が約束されてるわけでもない先行の中にいる1人の選手としてやっぱり守備時のスタートだったり攻撃時のスタートだったり講師において12個はこれという共通認識を持っておきたいですこれもう12個もないんかってなるからねこうなると。 うまくいかなかったときに立ち返る場所があるというか、スタートの部分でこれとこれと優先順位が出てくるのが一番、えー、ないわけじゃないし、人気教兵に帰るのも大事だけど、スタートの部分でこれという強いものが特に強豪国にはあります。時間がない中で模索していくのが大事だと思います。もうすごいな、これおもろいな。<laughs> ねえ、大バレしてんじゃん、もうなんもないの。大バレしててみんなないない言ってるけど、ね、選手たちがねわかりやすくプレイできてるみたいなね。 さんがだっけ選手たちが分かるんだすけ選手が自立し勝つために何すべきか理解してるって田島さん言ってるけど、久保は立ち返る場所が欲しい、講師において1、2個は共通認識が欲しい。む <laughs> ちゃおもろいねこれね。<laughs> いやだからさ、これあとでスパチャ呼ぶけどさ、これでさ、ワールドカップ突破できる可能性が、まあ、あるって今も思うしかないし。 これ突破したらもうサッカーって何ワールドカップって何っていう4年に一度の1、2試合、3試合、うん、で決まるわけだからこれもシステムに問題あるんじゃないかみたいなねすごいよな旧旧日本軍みたいなもう竹槍と魂だみたいなさ最後じゃあ本当になんかこう解任とかじゃなんな,なんだろうねこれなんかさ これに対してさ、解任だとか辞任を要求するっていうのもさ、なんか同じ LINE で喋ってるみたいで恥ずかしくないなんかこう、いつも言うあの、ね、赤ちゃんを漏らしして怒るみたいなことと一緒じゃん、それって。いや、もうそういう問題じゃねえな、これ、みたいなさ。<laughs> もうこの日本サッカーの上は腐ってるから、どう見ても。そうだからまあね、もう本当に世代が変わるしかないんだろうな、これ。 ペ人とか辞任とかより、呆れなんていうの学然としてとか。うん。そりゃ盛り上がんないよね。この口コミの時代にさ。内側の人がみんなさ、うわ、これ見なきゃいけないんだ、みたいな。そう。金かけて、つまんない映画作りました見に行ってくださいって言われてるみたいな感じだからさ。で、ね。<laughs> 作りましたっていうか、ああ、この映画監督と、 このプロデューサー、毎回つまんねえのつくんだよなっていうのがもうバレてて、でも、面白いの作れないっていう、その実力がないっていうのがもうはっきりしてるから、それは興行収入上がんないよねっていう。劇場だけは抑えてるから、行かなきゃいけない。あとは、ケン君スパチャありがとう。2年前から日本代表、世界最後の広報の監督が率いてたら、カタールワールドカップベスト4行けると思いますかまあ、ベスト4うんぬんっていうより、あの、あれなんですよその、 別にチームとしてさ、あのそんなに出来よくなくてもさ、セットプレーが強くてみたいな、守備崩れなくてみたいなで、イングランド代表みたいなパターンもあるじゃん。だからただ、見たいのはあの、別に結果じゃないですよ。ベスト4だとか、準優勝だとか、ベスト8とか、それはもうただの数字なだけで、それよりもあのしっかりとした物語が見たいじゃん。だってみんなさ、バッドエンドの映画だったら見に行かないとかないでしょ。 その2時間3時間をさ、あの、有意義に過ごせたらいいもん見たなっていう。また明日仕事頑張ろうじゃないけど、そういう風になれるもん見たいじゃん。っていうのは、あの、選手たちの頑張りの中に見出したらいいのかもしれないけど、そのさ、シンゴジラ的なさ、みんなが力を合わせて一つのプロジェクトに向かっていきましたっていうのが見たいわけじゃん。正直ね、クオリティじゃないんすよ。人が見たいのって。あの、前言ったけど、あのー、あれ、 プロの格闘技の大会よりもブレイキングバットの方が盛り上がるしあの、ヒップホップのさ、洋楽のすげえ金かけた曲とかさ、技術詰まってる曲よりも、だあの日本人のフリースタイルのさ、ラップバトルが盛り上がるじゃん。なんでかっていうと、見たいのは質じゃなくて人間なんですよ。人間の本気の物語が見たいんですよ。その,あのクオリティで、なんかこの音取れてるとか、いい絵が見れるとか、そう、パンチが速いとかじゃないんですよ、見たいのは。日本のアイドルの売れ方だってそうじゃん。海外でもそうかもしれん、もしかしたら。 それで言うと、うん、日本にそこの厚くさせる物語がありますかっていうと、一人一人のところをさかなり好意的に見たらあるかもしれないけど、それをチームとして一人一人のプロフェッショナルがあのこう高い壁にあの全力で挑んでるみたいな、それこそシンゴジラみたいな現象は見られないですからね、日本に関しては。もうそれだけは確定ですからそう。ベスト16もしかしたらなんかどこか崩れたりとか、なんかワンチャン決めてそこから守りきっていけたりとかあるかもしれないけど、 しっかり段階的に踏んでってそうドイツスペインっていうさあのゴジラを倒すかっていうさあの凍結作戦できるかっていうとそれはないですから、まあ、そういう風になってるんだからその価値観で見るかどうかによりますね。